ちゃ暑いね。暑い。おお、なんか始まってる始まってる。でもなんか洋服ばっかり。そうね。でも可愛い、やっぱ街並みが白くて。うん。安い。靴が8ユーロ。これ可愛い。マミチンのその洋服もなんか合ってる。そう？ちなみに。はい、コストミアメタプレッソ。すごい。イタリア語しか聞こえない。レガノウネウロ。そりゃそうだ。こっち側なのかな？こっちだよ。でも結構大きいね。でも洋服しかない。でも洋服がこんなに売ってるっていうのもすごいな。そうね。意外に可愛い。意外に可愛い。ねえ、だからやっぱ別に買えんじゃん。寒かったりしたら買えるじゃん。いくらでも。あ、帽子も、あ、俺帽子。帽子買わないと。でも後で帽子見ようかな。ここにあるよ。本当だ。いくらなんだろう。あ、だいたい11ユーロとかだね。あ、だってパリで買おうと思ったらただ日よけ買いたいだけなのに100ユーロ以上するからさ。つえさん、こういうのがいいんじゃない？やっぱ名画風のこう。なんでやねん。なんで？すごい。フリーダ川越的に行くといいんじゃないの？ヤボドマーニ。ドマーニって言ってる。ドマーニって言ってるやつさ。ドマーニ。それは明日。小学館のおかげで私たちは今日と明日だけはわかる。さあさあさあ。スーさん、ビルケンシュトック風みたいなのもあるかもしれないわ。ス、うん、ーさん、靴は15ユーロよ。あ、本当だ。じゃあ後で見てみるか。あ、スーさん、うちにあるやつの似たような鍋が。本当だ。いつまでだってもクロスセリソワに。あ、クロスセリソワに。あ、でもなんかめっちゃ可愛いんだけど、いろいろ。後でちょっと見てみる。なんか重いでしょ。あのほら、プーリアのお皿、これプーリアの模様。ほら、プーリアの模様だよ。ほら、本当だ。これはプーリア。なるほど。一体どこなのかな。すごい人気のマーケットだね。大きい。とにかく靴が多い。すごい、ここは全面靴。あ、スーさん、とうとうビルケンシュトック風を発見したわ。ほら、完全に違うよ。イージーウェイだから。いやー、気になるわ。いくらなんだろうね。私が欲しかったゴールドの。それっぽい。すごいこれっぽいよね。すごい。あ、マミちゃん着いたよ。本当だ。あったあった。暑い。あ、たどり着いた。やっとスイカ1キロ1ユーロだって安っ。グラッチ。グラッチ。すごい。暑い。すごいね。オレガノもほら。オレガノもこんな。本当だ。安いね、でも安い。安い。豆屋だ。ナッタケレバケスミサラーデケオリザリーグバチュートフォートシュートタラーリがいっぱい売ってる。本当？ほら、本当だ。でもタラリーニなんていうカラフルなやつもある。ドライトマトもある。あ、本当だ。ドライトマトいいじゃん。買ってないじゃんね。うん、いろいろある。
いろんな豆がある。これ何ですかね。何だろうこれ。何これ。不思議じゃない。不思議ないこれ。聞いてみる、何だ。でも分かんないと思うけど。ロマ、ロマ、エスカルゴ。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 エスカルゴなんだ。へえ。バターとかでやるってこと。すごいエスカルゴ売ってんだね。なるほど。でもちょっとエスカルゴをどうだ食べればいいか分かんないよね。基本どこも売ってるものは大概同じ。そうね。パードどこが人気とかっていうのはちょっとよく分かんない感じね。うん、ジャポネ、ジャポネ。あ、ここ刃物がいろいろあるわ。うわ、すっごい大きいスイカ発見。ん？スイカ。スイカ大きい。あ、このシシトウみたいのある。ジャーナ。ホスト？はい。グラッツィ。グラッツィ。ほら、シシトウみたいのあるよ。あ、ほんとだ。これすっごい辛かった。どうしよう、食べたら。ギャーみたいな。聞いてみたら。ピカンテ？ピカンテ？ノンピカンテ。ドルチェ。ドルチェ。へぇ、おいしそう。おいしそうだね。買ってみたら。うん、買ってみようか。これ。これ。面白い。でもどれもやっぱり安い。あとさ、ナス美味しいね。うん、そうそう、こっちのスイカ巨大なんだよね。そう、巨大。巨大スイカ。すごい巨大なスイカ。これもスイカ？これもスイカ。よし、これを買おう。これ買う。パスタ。グラッツミーレ、チャオ。チャオ。ボンジョルノポスト？グラッツ。あー、暑い。おいしそう。ホッケーよ、オルワホーローソーみたいなのもある。でも葉野菜よりサラダの方が食べるかな。そうしたら食べる。ルッコラもあるよ。ルッコラもあるよ。本当だ。買う？そうね、ルッコラ美味しいからね、うん、じゃあルッコラ買ってみる。じゃあルッコラと新鮮な感じ。花もついてる。ほら。本当だ。はい。パプリカもいろんな色があって。トマトも買おうか。本当だ。あ、トマト。めっちゃ大きい。ラテ。なんだかわかんないけど。パスタ。うなちんくん、グラッチミーレ、チャオ。はあ、あ、ここにもほらいっぱいあれがある。こっちのちっちゃいやつの方が美味しいんだよ。あ、そうなんだ。フライトマト。あ、なるほどね、うん、美味しそう。うん、美味しそうだね。買う？じゃあいいよ。This much？ 彼は英語が喋れる。よかった。じゃあ、オレガノも買おうか。いいよ。ほい。あ、セボン？シー。セボンって、フランス？あ、だけど、彼、フランス語も喋れる。あ、よかった。エサオシ。ダマク？ほい。ポカブパレフランセ？シャベイタジネーバ。あ、ボー！あ、だけど、あ、ウィセサ、ドカ、アングレー、フランセー、エ、イタリアンね。タラーリも買う？Quelle est la différence entre les fruits? C'est tarlinelli? Ça c'est plus sérieux. C'est tomate, basilic. Ah, ok. Après il y a ça, c'est tout normal. Normal. Fenouil ici. Fenouil? Oui.Fenouil, ça? Oui, ça, ça. Oui.
5 céréales. Ah, ok. Bacon. Bacon. Après, il y a pommes de terre et pomme de rosmarin. Ah, ok. Pizzaiola, cime di rape. Cime di rape, c'est quoi? C'est une verdure comme le céleri. Ah, ok. Ah, d'accord. Après, olive noire. Olive noire, d'accord. Et cap. Quel est votre préféré? Tout le monde. Oui, bien sûr. じゃあこれとさ、これベーコンだってよ。本当に食べてみて。あ、はい。シチューをプフェラメラン。オッケー。オッケー、だからメッシー。ドクベーコン。なんかすごい。ああ。こんなのは。こんなはなんか。はい。プチレジね。ドクさえさ、え、フノイオシ。C'est bon. Plus. これ。あ、はいはい、c'est bon. Après.Et un petit peu de fenouil. Voulez moi un peu d'acquis. Ok. Oui. Non, mon ami. Et c'est tout. C'est tout. Oui. Merci, hein, déjà. Et non, de. Tu sens de. Ça me semble fou. Talari, au travers de moi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.どんどんイカルチェって言うの。あー、おいしい。メイキング、パティプラメイキング。じゃあこれ買おうか。ね、シッタフェイソロセッセ。シッシッ。オッケー、これ買おう。あー、まだ何かしらとか言われてないに買いやすい。おいしそう。てかやっぱ安い、ズーさん。だってさ、ほらズーパー8ユーロとかで切る。8とかさ、10を切る魚なんてほとんどないじゃん。そうね、確かに。このさ、ミストっていうのがさ、手作りミストっぽくてさ、なんか大きいエビがいたりとかしてお得感がある。このミストが良さそうな気がする。シーフードミックス。そう、シーフードミックスなのになんか手作り感にあふれてる。ごめんなさい。ミスト1トン。1トンっていうのか。うん、コンビア。うん、これで良くない？一気に無理じゃないだ。食べる。でもそんなに一気に食べれなくない？食べないか。うん。セット。やっぱり 6.50 と思ったらチェチンキョアンタだった。だんだん分かってきた気がする。ラチェ。ラチェミーね。チャオジョーノ。チャオ。ボンジョーノ。チャオ。よし、買った買った。こんなでいいかな？あ、暑かった。よし、はい、はい。まだみんな何もやってないね。うん、うん、どうだろう。キャンペーンか。うん。あ、レイヤーのデッドコレがレイヤーのコメリジョセコン。
あ、プーさん男子ショップあるよ。お店なんだ。インサイドセール。ここは肉屋さんだ。サルメリアってホッカチャのお店だね。美味しそう。ホッカチャ作ってくれるんじゃない？あ、ツーさん、なんか写真屋さんもあるよ。ここ写真屋さん。フォトカート。すごい。こういう感じでね。おお、ここすごい。見て。あ、本当だ。綺麗。それもなんか絵まで描いた。すごいね。すごいね。古いよこれは。おお、海綺麗。綺麗だわ。すごいね。あ、海の匂いがする。あ、魚いっぱいいるよ、つーさん、ほら、ほら、すごい、ほんとだ。あれ何食べれる？いや、ごめん、そこまで魚発見、魚くんじゃないから、これ何魚だろう、うん、すごいね、綺麗、すごいね、うん。このボートはさ、なんかあれなのかな、なんとかツアーのボートなのかな。そうなのかな。見て、ツーさん、タコ落ちてる。タコ、ほら、本当だ、タコ落ちてる。どういうことかな、わからない。みんな写真をここで撮るのだ。そりゃそうなんじゃない。カムチンも写真撮らなくていいのかな。撮った、さっき。あ、撮った、こっそり撮ったけど、もう一回撮る。海が綺麗だね、本当に。ほら、ほら、みんなあれにビューンって乗っていけるようになってる。あー、なるほどね。わお、それであの洞窟とかに行くんでしょ、多分。あ、なるほどね、ほら、エクスカーションにって書いてある。ナバルサービス、海のサービス。いくらなの。そんなに安くはないと思う。安くなさそうだよね、うん。おー、気持ちいいな、風が。目の前なんだね。そうだね。普通に家もあるね。カモメも来る。こっちも海かしら。そう、ここはなんかミュージアム的なこと。あ、スーさん、ほら、ここトス、なんとかトスカーニプロフェッションフォトグラフォ。本当だ。だよ。いいの、ツーさん見なくて。え、あ、俺？だってそうじゃん。プロフェッションフォトグラフォだよ。本当だね。ああ、この辺のレストランも気持ちよさそうだな。ディスカバーザシティオブモノポーリ。このすごい大きい QR コードをスキャンすれば、あ。ライブチャットとかもある。すごいわね。わー、見て見て。あ、すごい。綺麗、海。ねー。ここで海入れないのかしら。入ってる、入ってる。入ってる、入ってんね。うん、あ、そうだ、本当だ、うん。入れるんだね。でも岩だから結構。痛いのかしら。うん、最初から深いと思うしかも。そうだね。うん、なるほど、うん、海専門家、ツーさん。マミチ、海はそんなに得意じゃないからね。まあ、私、陸の生物だから。
やはり大きい町に来ると観光客がいっぱいいます。あ、ここから行ける。あ、すごい、すごい裏道かも。水が戻ってきちゃった。あれ完全に戻ってきたじゃん。あれおかしいな、わかんないね。そう、すごいよね、難しいよね。あ、でもなんかかわいい、ここカフェ、このカフェかわいいよ。本当だね、なんかね、おいしそう。なんかかわいい、うん、ストリートフード。こんな細い道車って大変ね。まあ海の近くって日本もそうだけどさ、うん、狭いよね、うん、あ、吸い寄せられていたカゴ付きが。大変。ここさっきのところだよ、ツーさん。ほら、ここから見れるんだね。ここすごく眺めの良い、うん、風も通ってるから涼しい、うん、フードビアワイン、フードビアワイン、フードビアワインって書いてある。ビアが先に来てる。でもどこもみんなさ、うん、クッチーナティピカって書いてあるね。ティピカがいいんだよ。まあみんなここで突然クレープ食べないからね。あ、猫ちゃん。猫ちゃんいた？ほら見て、黒猫さんがいるよ。あ、本当だ。黒猫ちゃん。すごい。すごい見てる。あ、ここも B&B って書いてある。いろんなところに宿があるね。まあそりゃそうだね。いや、そりゃいっぱいいるよ、うん、こんなとこ車入れないから。バイクでしょ。おっきいさ、家具とかどうやって運ぶのかしら。ああ、確かに手、手、手かもしれませんね。あ、なんかすごい可愛い車がある、見て、スーさん。本当だ、メルシーみたいな特別塗装。あ、なるほど。なんか、うん、イタリアの物干しのスタイルが分かった、うん、あ、そう。なんか一番表側に大きい布を置いて、うんうん、その内側に下着とかを隠すように干す、うん、というのがスタイルですね。あそこにかかってますけど、でも一番あれが違うよ。一番外がちっちゃいのか。あの人はちょっと見せたがりなのかもしれない。なんかこんな店もあるよ。でもちょっと激しいわね。イタリアの人はなんかちょっと私を上回る派手ファッションが好きで、ね、マヌコがすごく普通に見える。合わせてきたね、マヌコ。なかなかに派手、うん、なかなかに派手スタイル。こっち。ああ、鳩が、鳩が私に向かってきたから怖かった。あ、すごい大きい。おー、これが教会？そうですね。
新種です。マーブルとマーブルじゃないとこもある。それも上にも登れる。すごい綺麗だったね、うん、思いのほか綺麗だったよ。思いのほかフランスはまた全然違う様式でそう、なんかあんな色合いのとこ初めて見た、うん、またスペインとも違うよね、うん、やっぱりあ、なんか水着の人がいっぱいいるわね。あ、ってな、入れる海、ほら本当？おお、すごい人。いきなり海水浴場ってすごいね。サーフィンっていうか、あのなんだっけ、なんだ、スタンドアップパドルとかやってる人もいるよ。おー、すごいね。あの真ん中に島がある。あそこから飛び込んだりしてる。本当だ、本当だ。楽しそう。楽しそうだね。俺らも水着持ってくればよかったから。でも私、虫刺されだから。あ、そっか。すごい。まあでも気持ちよさそう、この暑い日には。ねー、確かに。こんな町の隣にこんな綺麗な海があるってすごいね。うん、すごいね。町に住んでる人はいいわね。ちょっと海行ってくるわ。タポって入って帰ってくればいいでしょ。すごい。すごいね。今大変びっくりしました。はい。綺麗な海。うん。じゃあまあとりあえずご飯食べに行くか。はい来る人いないね。